はい、というわけでやってらっしゃー、丸ごじゃいくんのゲームチャンネルでーす。というわけで今日はですね、こちらの鬼滅の刃ホロカネ城から脱出せよというね、ゲームをやっていこうかなと思うんですけども、こちらのゲームはですね、鬼滅の刃のファンの方が作りました、二次創作のゲームとなっております。なんでね、そのオリジナル設定とかがね何個かあると思うんですけども、そういうのが気になるよーって方がいらっしゃいましたら、この動画の視聴は皆さんお控えくださいということで、早速ねやっていきたいと思います。レッツラゴー。にゃんこが泣いたな今のタイミングで泣くか今な。お帰りなさいませご主人様。鬼殺隊入隊試験、合格おめでとうございます。あ、なに、もう俺鬼殺隊に入隊試験の合格者の目線なんだ。なんで、すごい今ね、発音したけど。まずお名前を確認させていただきます。あ、はい。これなんて読むのこの、一番最初のこの名前なんて読むんだよ、これ。なんて読むのこれわからんけど。まあ、とりあえず俺は、村上です。はい、村上にしましょう。はい。お名前は村上様ですね。はい、そうです。村上様、あ、ごめんなさい、カットしちゃいました。ちょ、これいらないわ、もう。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。次にこちらから玉鋼を選んでくださいませ。どれにされますか？うわぁ！そういうやつ？ポケモン的なやつね。大きい、小さい、綺麗、かけた。うわ、やべえって。こういうの？かけさせましょう。俺はね、ひねくれてるから、こういうかけてるやつが一番強いと思ってるからね。じゃ、こちらの玉鋼で行きましょう。怖い。あはは、鬼殺隊なんて、こんなものなんだね。拍子抜けだね。あ、逃げた！いいよいいよ、鬼ごっこしよう。楽しみだね。これはなんだ、鬼目線かな？なんだ？なになに？百鬼夜行？今の。ここ数日、鬼殺隊大使たちの失踪事件が後を絶たない。調査のために派遣された柱たちの消息も途絶え、鬼殺隊存続の危機を迎えていた。なるほど。こっから始まるのか。あれ？炭治郎いいんじゃん。あれ？柱死んでんの？待って。炭治郎がいて柱が死んでるっていうのは、もうおかしいんだよ。あ、まあ、ちょっとそういうのに突っ込み入れちゃダメだね。オリジナルだからね、これはね。カスガイガラスからの、報告だと、この辺りで鬼殺隊たちの、鬼殺隊の大使たちが、消息不明になったら、なったって話らしいけど。なんだか、不気味な森だな。あ、そうか？森なんてこんなもんだろ！まずは、みんなの手がかりを探してみよう。忍さんたちなら、何か、ごめんね、今日めちゃくちゃ噛むね。なんか、目印を残してるかもしれないもんな。手当たり次第、蹴散らせばいいんだな！忍さんたちの手がかり消す気かよ！お前、おとなしくしてろよな！ということで。早速、びっくり。何これ？急にバッて出てくるじゃん。新入隊士手引き？よくわからないけど、取っておこうか。あ、これ操作方法ね。まあ、大体わかるでしょ、これね。確認したいときはメニュー、道具、貴重品で確認できる。はい、わかりました。ありがとうございます。新入隊士手引きを手に入れた。さあ、じゃ、とりあえず猫話しかけていこうかね。案内人の猫の神と申します。猫の神だって。うちのね、飼ってる猫と同じ柄ですね。はい。今後の行動に関するチュートリアルを受けられますか？まあ、基本的に多分こういうゲームって操作一緒だと思うからいいです。はい、わかりました。何度も調べることが大事ですよ。それでは行ってらっしゃいませ。ありがとうございます。さあ、何度も調べてみましょうか。俺たちじゃ怖そうにないな。これをじゃあ何回もちょっと調べてみればいいの？何回も何回も。うん、不毛だね。不毛だね。あ、走れるわ。これは？調べることに時間をかけたくない、サクサク遊びたい人には向かない遊びです。そのことを念頭に置き、お楽しみください。ということでね。じゃあこれ時間結構かかるゲームってことかな？どういう意味だ？さあ。じゃあそんな長いんだね、結構ね。実績解放について。実績はストーリーを読めば解放されるもの。特定の選択肢を選べば、解放されるもの。特定の行動を取ると解放されるもの。様々な方法をお試ししていただくことで解放されます。結構やり込み要素あんだね。どういう意味だ？さあ、ここら辺は知らないんだね。で、どちらの設定で遊びますか？パソコンで遊ぶ、スマホで。両方できんだ、スマホでも。すげえ。だってみんな、やった方がいいよ。やりな。俺がこうやってゲーム実況してるよりかは絶対自分でやった方が早いからね。気になるならぜひ。何？何も聞こえねえぞ、もういつ。なんか言ってた。何も聞こえなかったけど今。善逸な、伊之助。俺は、耳がいいんだよ。絶対今、声が聞こえたんだよ。炭治郎は信じてくれるだろ。
善逸の耳の良さは折り紙付きだもんな。鼻が詰まった。あ、こいつ耳にね、髪にも挟まってんのか。そういう意味じゃなくて、はてなはてな、俺もね、今ね、耳に髪詰まってると思ったよ。こっちだ、奥の方から聞こえてくる。これ犬じゃね。え、びっくりした。おかしいだろ、この BGM なんだよ。案内人のワンダー、そういうこと。ちょ、案内人の柄じゃないけどね、これ。普通にこれ敵キャラじゃん。こちら戦闘に関するチュートリアルとなっております。あ、そういうことか。この敵は敵なのね。この敵っぽいやつは敵で、このワンダフルはワンダフルなのね。同一人物かと、同一人物かと思った。同一人物ってか、同一犬物。もう上からもう、戦闘の際にはキーボードを使用いたします。つまりタイピング戦、タイピング戦闘だと。スマホからの場合、戦闘は問題形式を取っておりますので、タイピング苦手ということはクマちゃんに話しかけて、あ、なるほどね。タイピングいけますよ、俺。とある相手を持ってる際は攻撃が通り、持っていない際は攻撃が通りません。アイテムがない場合、もしくはアイテムを使用したくない場合は、キーボードの ESC キーを押すと、代償を払うことで、戦闘から離脱することができます。どのタイミングで戦闘を行うか、それを決めるのはあなたの行動次第。ただし、専用機、端末機、スマホから遊ぶ場合、ESC キーを押しても戦闘から離脱できません。もし相手も消費したくない、敵と戦いたくない場合は間違った答えを選択しましょう。はい。代償を払うことで戦闘から、離脱することができます。それではお試しに私を攻撃してみてください。ちょっと待って。ワン、ダ、フル。はい。素晴らしい攻撃です。このように戦闘を行っていきますので、あ、わかりました。あ、これで終わり？薬草を手に入れた。あ、これで終わりなんだ。なんだったんだ今の。犬が喋って。おお。おお。え、何これ。何これ。なんか変な色した、石灯籠。どんな風にしたらこんな色になるんだろう。どっちだ、どっちだ、こら、どっちだ、こらー。だって。何これ、回復。薄紫の光が、灯る不思議な石灯籠。体力がつきそうになった時はこれを見つめていこう。すぐに元気になるよ。あー、これでね。はいはい、なるほどなるほどなるほど。これさ、セーブはこれか。セーブどうやってんだ。え、セーブできなくね。セーブできなくね。セーブは、セーブがわかんねえんだけど。まあ、いっか。まあ、いっか。セーブはまあできるでしょう。どっかのタイミングでね。さあ、とりあえずじゃあ、こういうところとかね、開けてみよう。薬草を手に入れた。はい。じゃあ、これとかね、開けてみましょうね。何？今の何？気になるよ。いや、薬草ね。薬草芸かな、これ、もしかしたらね。薬草芸か。薬草ね、結構大切ですからね、こういうゲームってね。てか、意外とさ、このドット絵のさ、このキャラデザしっかりしてない？ちょっと待って。これなんか、サムネに使えそう、これ。これいいじゃん。これいいじゃん、サムネ。今のサムネでいいんじゃない？あ、これとかは？薬草かよ。薬草ばっかじゃねえか。なんだこれ。何って、誰かの日記帳じゃね。なんでこんなところに日記帳なんて置いてあるんだ。いや、俺に聞かれたってわかんねえし。まあでも、こういうことがあったって、記しておくことはいいことだ。今後日記帳を見つけたら、書き留めておこうか。あー、セーブ帳セーブ帳なんで。セーブね。はいはい、これでセーブできるのか。あ、できた。あ、できてますね。はい。じゃあ、とりあえずひたすら奥に進めばいいって感じですかね。ああ、そうでしたわ。え？なになに？聞こえる。ほら、聞こえるだろ？おお、俺様にも聞こえるぞ。どこだ？どこから聞こえてやがる？え？あれ？この匂い。炭治郎？あ、ごめん。この辺から義勇さんや忍さんの匂いがしたから、つい。忍さんの匂い？いや、いや、え、どんな匂い？どんな匂い？やっぱり女の子っていい匂いが体中から溢れてるんだな。俺も嗅覚が鋭くなりたい。そしたら匂いで誰がどこにいるか把握できるのに。なんでそんな嗅覚鋭いんだよ。羨ましいにも程があるだろう。うまくね、俺。うるせえ。あ、痛そう。炭治郎、善逸、伊之助、誰だ、エンムか。伊之助、呼んだか、もう一つ。名前呼ぶ前に心配しろねや、炭治郎。しろよな。噛むね、ごめんね。噛みすぎだわ、今日。
何？消えた？誰？エムこれ。眠らーちょっと、今のは映画見に行った人でしかわからないやつ。はい。眠らーそんなに心配しなくても大丈夫だよ。何？何？何？誰の声だろうか。え？三人とも気絶してるだけだよ。他のみんなもそうだったから大丈夫。なんだ？気絶？そうか。だから目の前が真っ暗で。怖い！ああ、ほら、目が覚めたみたいだよ。え、待って。ネズちゃんいるじゃん。待って、ネズコすげえな、クオリティ。特急。ネズコ。ネズコの隣にいるのは、北地帯の誰？俺？ネズコは違うんです。今はこんなになってますけど、ネズコは誰も傷つけないんです。はぁ？ってなってる。噂のかまどくんだよね。噂は知りませんが、かまど炭治郎です。こっちは妹のねずこです。はじめまして、俺は丸亀。俺かよ俺なのかよ俺なのね、これがね。階級は日の絵だけど、気軽に接してくれると嬉しいな。先輩？俺先輩なんだ。気軽でいいよ、気軽で。でも、先輩は先輩なんで。まあでもね。こっちの方が強いから、炭治郎の方がね。俺なんかより。ねずこちゃんは気軽に接してくれてるのにな。ふんふん。だって。全処します。そうで、全処してください。先輩がね、こうやって言っていいのからね。そうしてくれると嬉しいな。お、善逸が起き上がりました。いやー雲が襲ってくるー。うるせえ。あ、待って、伊之助がイケメンになっちゃってる。なんで、めっちゃ飛ぶやん。いつもこんな感じなんで、あまり気にしないでください。あはは、大丈夫。楽しい子たちだね。羨ましいよ。だって、確かにね、羨ましいよね。こんなね、楽しそうな奴らがいたら羨ましいよ、俺もね。あん？誰だそいつ。もやしみてえな面しやがって。すっげえ弱そうだな、おい。だって、言われちゃったよ、俺。俺たちよりも階級上の先輩だよ。てん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 って。てん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 って言ってる。こんなもやし野郎の方が俺よりも強いだと？俺はラッキーが続いて昇進しただけだから、実力としては君たちの方が上だよ。そうですよ。だって日の神がかぐら使えるからね。あ、ごめん。めちゃくちゃネタバレかな？あ、でもそれはネタバレじゃないか。見ろ、ゴンパチロー！俺様の方がこのもやしよりも強い！え？何？俺の被り物どこだ！俺がみんなを見つけた時はもう何も被ってなかったけど、あれ？んがー！どこだどこだどこだ！つかここどこ？ちょ、読むの疲れてくるね、これね。みんな起きたことだし、現在の状況を説明しようか。さあ、どんな感じなんですか？ここがどこなのか、いつここに来たのか、これが鬼の仕業なのか否か。それら一切の情報が全く足りてないんだ。春日井ガラスたちがしきりに、建物内を飛び回って、柱を中心に得た情報の共有を図っているけど、大使たちが何人ここに迷い込んでいるのか、鬼と遭遇した者や気配を感じ取った者はいないのか、出入り口を発見した者はいないのか。まあ、あげるとキリがないぐらいこの場所についての情報が少ないのが現状なんだ。俺も含めてみんな必死になって探索してるんだけど、人手不足も否めない感じだね。村上さんが俺たちを発見した場所とかには何も手がかりはなかったんですか？お前らを解放するのを優先したからな。まだこの辺りの全てを、調べてみたわけじゃないんだ。でもお前たちが倒れていった場所に鬼の気配なかったし、ちょうど休める部屋の前に、倒れてたから運び入れて目が覚めるのを待ってたってところだ。ちょ、読むの大変だ。ねずこちゃんも手伝ってくれて本当に大助かりだった。いいやつじゃん。もし鬼が徘徊してたら俺ら死んでた。気絶死とか笑えないんだけど。なことより俺の被り物だ。どっかの野郎が持ってたのかもしんねえ。おい、もやし野郎、この辺の案内しやがれ、こら。もやし野郎じゃなくて、村上さんだって、伊之助。うんうん、元気があっていいな。よし、もやし野郎が案内してやる。自虐ネタを使えるね。いいやつですね。もやし野郎って言われても怒らないのかよ。俺もお人よしって言われるけど、この人も大概だな。言われるの？お人よしって言われるか？そうなのか？じゃあ行こうか。あ、村上さん。部屋の外こ、もう噛むごめんね、みんなね。部屋の外とか他の場所に、日の光が漏れてる場所ってありましたか？ねずこは日の日に光に弱いから、もしそういう場所があるなら、ねずこにはここで待っててもらった方が。確かにね。
春日井ガラスの伝言で、伝令では、外は真っ暗で、日の光はないって情報だよ。じゃあ鬼の仕業だよ、これはね。ほら、俺同じこと言ってるわ。鬼は日の光に弱いからね。まだか？ああ、ごめんごめん。じゃあ行こうか。禰豆子、村上が仲間に加わった。ちょっと俺最強かな、もしかしたら、これね。でもさ、これ操作すんのは俺なんだね。俺じゃなくて炭治郎なんだね。まあ、楽しいですね。はい、というわけで、今日はここら辺で終わりにしようかな。まあ、まだね、本当にその、始まりにすらまだ至ってないんだけども、まあ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 、こっからね、何があるかわかりませんから。まあ、それでは、まあ、また次回の、動画でお会いしましょう。ちょ、今日噛んでごめん。ちょ、次回はちゃんとスラスラ読めるように練習しとくわ。じゃあ、また、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。